第3期ホンダ F1 で唯一の勝利を挙げた RA106。フェラーリの終末派が強すぎてようやく1勝。43分の1のミニカーや瓦礫はあるけど、なぜかインジェクションキットがない。ないなら自分で作るしかない。ブレンダーで RA106 のモデリングを始めたのが約1年前。まずはブレンダーの使い方から習得をする必要があった。F1 はパーツ数が多くて大変だった。しかも細くて薄いパーツが多くて 3D プリンターでプリントできるように配慮してみた。とにかくプリントしてみたかったので、資料がなくてわからない部分は適当にでっち上げた。まだ正しくない部分もあるし、細部も再現できていないので、大きなスケールは厳しいけど、ミニカーサイズならごまかせるかな？仕事が終わって夜にプリントすることが多いけど、深夜は非常に冷えるためか何度も失敗した。気温が低いとレジンの粘度が非常に高いような気がする。露光時間を増やしたりもしてみたけど、昼間の比較的あったかい時にプリントするのが良さそう。デカールも自分で用意する必要がある。ネットでスポンサーロゴの画像を集めて、インクスケープというフリーソフトで大きさを調整して、自作デカール用紙に印刷した。一応バトンだけじゃなくてバリチェロの車も作ってみた。バリチェロはたくまにアマチュアといったのを今でも根に持っているので、いい印象はない。たくま本人はどう思っているか知らないけど。3D データは新ギバースにアップロードしてありますので、無料でダウンロードできます。もっと大きなスケールでプリントできるように今後アップデートしていく予定です。ご視聴ありがとうございました。